どうもこんにちは、宣伝部長の小です。今日は T シャツ販売でゲットだぜっていうことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで今回も橘さんとかっさんの周りの話をしていきたいんですけれども昨日ですねまあ今回一部ね内容が入ったような動画を出したんですがなんかね YouTube の挙動がすごく変でおかしかったんで、まあ、一旦ちょっと取り消させていただいて。 で、そのまままた出してもよかったんですけど、一部情報がまた古かったりとかもするんで、この回は本当にね、話が進む、進んでいきますよね。まあ、というわけなので、新しく起きた出来事を足した形で、今回改めてね、まあ、撮影し直しということで、ご紹介をしていきたいというふうに思います。はい。で、まずはですね、私がずっと心配していた教科書問題、ついに、おそらくです。おそらく結論が出ました。教科書 NG です。あの、 <laughs> あの毎年ね一応ほら、えー、公民の授業かなんかで使うのかなあの日本にはどういう政党があってみたいな形のことがね、まあ、教科書で紹介されるわけなんですけど当然ね立花さんが国政政党の要件満たしてからそこに顔写真等々が載ってで賛政党もね、まあ、国政政党の要件満たしてから載ってって形だったんですけど。 じゃあ今年はね代表権争ってる中でどうすんだと当期上の投手の,の大津彩香さん乗せるのかあるいは実質上、まあ、斉藤さんに変わったはずだという立花さんの主張を入れるのかあるいはえっと昨年のなんて言うんでしょうねまあでももともと立花さん作った政党だからまあなんか揉めてるからもともとの立花さんが投手だから立花さん乗せるのかみたいなさまざまな選択肢が言われてる中でただ 報道ベースはね大津さんが当初みたいな扱いをしてるからさあどう教科書は一体どうなるんだというふうに思われていたところで結論が出たのでご紹介をします。はい、というわけでこちらねえりちゃんさんという方の追悼ですけども今年度の高校の公共資料集で去年と比べると、えー、教育を無償あ教育無償化を実現する会が新たに形成と逆に NHK とはなくなりました。あ ちなみに賛成ともないですね。っていうところになりましたね。はい。という感じですね。はい。で、これが拡大した映像で、これ上の方は自民党ですかね、立憲民主党、日本維新の会、日本共産党等々ですね、国民民主党と。で、えっと、令和新選組、教育無償化を実現する会。まあ、ここまでは、まあ、5人。 議員さんが5人以上ということですよねでそしてなぜか社民党が入っている <laughs> まあ一応3人ということであれですかねまあこれだけ見るとそのえっ、ー、と国会議員3人以上を乗せましたみたいなまあ多分問い合わせしてみないと分かんないんですけど。 っていう。まあ逃げ方すんのかな？みたいな風にまあちょっと思いましてね。あるいは参議院と衆議院両方に1人ずつ以上いるとかまあ、そういうまあ逃げ方をするのかもしれないんですけど、まあ、ということになりました。って感じですね。 で、党員数も載せてるところと、まあ、載せてないところにまあ分かれるみたいな感じで、まあ、もうすでに党員数載せる意味があるんだろうかみたいなね、賛成党のなんか党員10万人みたいなやつ見ると、どこまで本当やねんみたいな、それメルマガだけやろみたいな話等々もいろいろ突っ込まれてるところではあると思うんで、はい。で、えっ、ー、と、そう、だからね、なんかあの党員の定義みたいなやつもいるような気がするんですけどね、で、その党員によってまあいろんなことが決められるようになるわけでしょ。はい。 で、えっと、それでここの下の注釈のところで、えー、っとですね、2023年12月現在ってことですね。で、党院はあ2023、12月問い合わせですね。はい。だから、まあ、答えてるとこと答えてないところ、答えてないとこは書いてないと。 でこのほかみんなで作ると参政党が公職選挙法上政党要件を満たしているという一応そういう書き方をしたので、まあ、一応教科書には大津さんが勝手に名前を付けて変えたみんなで作る動画残っちゃいましたっていうところですけどはいこれもどうするんでしょうね。裁判であの負ける 大津さんが負けるとこれもまあ無効化するのかよくわかんないんですけどただ現時点で確認したらまあ光線法上みんなで作るとになってるから載せましたよというまあそういうことが言えるのかなっていうまあこの辺りをギリギリのラインとしてまあ載せたって感じで。 まあかなりね苦労が忍ばれるというか、まあ、これのね担当者にしてみたらいや今まで通り普通に載せたかったのになんか NHK と揉めてるしこれどっちを載せてもこれは怒られるみたいな感じの中でそして賛成と見てもなんか統ス、あいつらなんか盛り上がったみたいな <laughs> 昨年盛り上がったみたいなところででなおかつすっごい揉めてるからどうしようってう感じで、まあ、おそらく今回みたいなところに至ったと。 まあいずれにしても社民党は毎回なんかこういうのでね必ずまあ乗っかってくるというところがあってかなりしぶといっちゃしぶといですよね。はい。ということでございますと。で、あと昨年のやつもあるんですけど。 はいというわけでこちらはですね賛成、えー、党を脱退した吉野さんのツイートなんですけどこれがえっと2023年4月20日の,、ね、つあのツイートですねでこの頃はツイッターってなってますなってますねツイッターのフォロワーの方から「息子さんが高校で使っている公共の指導集に賛成党が載ってるとご連絡をいただきました」みたいな「<laughs> 公共教育に賛成党が出てることは当たり前と言えとっても嬉しいですにっこり」みたいなね「万歳」っていう感じなんですけど はいということでなんですが、まあ、今年は乗ってませんけどね。でえっ、ー、ということですねだからこん時はえー、っとまあ、えー、NHK 党ということで立村さんが乗っていてでそして、えー、っとこの時は松田学さんが乗ってますという感じですね。党員なんと10万人みたいな一番多いやんみたいなあ一番でもないかあのなんだろう。 ここももっと多いのかっていう感じで、そうかそうか、公明党とか自民党もっと多いですね。自民党100万人超えです。はい。あの <laughs> っていうところですかね。はい。で、えっ、ー、と、面白いですよね。で、ここでは、えっ、ー、と、参議院に2人いるんですね。NHK 党がね。で、ここ、社民党ってことなんで、まあ、この時にもめてたらどうなったんだろうと。ここ、ここで切れないから、どうするんですかね。ここで切るのかな。 でもここで切り、切りづらいですよね。これ社民党から何も文句来そうだしみたいなあの <laughs> 感じでどうしたんでしょうみたいなね、いう感じですけど、一応この時も2022年の12月現在に問い合わせと。問い合わせしか書いてないですよ。問い合わせ。ね。先ほどの方は、 はいこ先ほどの方はこちらですね問い,問い合わせまで一緒でこの下に、えー、その他みんなで作ると参政党が公職選挙法上政党要求を満たしているっていう一文をまあ、加えることに至りましたということですよね。ははいいいままあこういう話がありました、はい、というわけでねああのまあ、残念ながら大津田さんは。 あの教科書に顔写真は載りませんでしたっていうことですけど、まあ、頑張って身につくのなんかこう足跡を残したっていうまあそんな感じですね。さて来年はどうなるんでしょうかっていう <laughs> ところですね。はい、でそしてですねえー、っとこれちょっとまあ驚きましたけどまあまあでもあんま大した話でもないのかな。はい というわけでこちらねみんなで作るとのノートですね大津さんが主張する。でここでえー、っと質問9棒みたいな感じのが出ていてねでこれ1日経ってなんか「いいね」が5ぐらいしかなぜかないんですけどなぜだ フォロワーが73人もいるのに、みたいな感じで、まあ、とにかく Q&A 動画を撮影するにあたり、大津彩加さんの質問を募集しますと。ただ、これ質問するためにはですね、えー、とこのフォロワープランって入んなきゃいけなくて、だから1000円払,払,払わないとできないのこと。なおかつ、どうせ、その、 債権者がですね普通にここに入ってってですね「廃を改正」とか「まあ、いろんな今どうなってんですか?」とかいろんなことを聞いたとしても当然答えるわけなくって感じでまあ,あの一応どんくらい質問あるまで集まるんですかね今んところ「いいね」が5しかないですよ。 っていう感じで、下手すとなんか急、よくあるね、なんか撮影するにあたって Q&A 集めたけど六七集まんないから自分で作っちゃうみたいなね、いうことがありまして、急、ま、墓、あ、っていうことなんで急いで撮るっていうことなんでしょうね。なんかね、この辺もね、もう私はもうまっすぐな目線でもう見れなくなっていてですね、なんかもうすでに正当助成金が使えなくなる前に、まあ、この Q&A 動画を作る、う 何て言うんでしょうね。業者さんに対してお金を支払いたいからみたいな風に見えちゃうって感じで、なぜなら、なぜなら台湾の動画が上がんなくなっちゃったんで、それをお金払いませんみたいな。<laughs> その代わり Q&A 動画撮りましょうっていう感じにも見えなくはないっていう感じでね。まあこの辺どうなるかわかりませんけど。はい。というわけで、まあ一応ね、このね、サイトでね、一番大事なことをやっておかなきゃいけないんですけれど、えっ、ー、と、せーの。 にゃーいいうことでねはい、よかった。もう肉球がいつ消えるか消えるかと思って私めちゃくちゃ心配だったんですけどちょっとまだ残ってるんでね是非残しといていただきたいと既、まあ、にねあのスクショは撮ってあるんでねあの <laughs> 見たい時には見えるんですけどやっぱこのこ,ここをしてにゃーが一番ねあのすごい楽しいんですよねはいというわけでまあみんなで作る動画なんか募集。 うん、質問募集してるんでよかったらね、まあ、これに、まあ、1,000円払ってる皆さんは是非ね質問してあげてくださいというそんな感じですね。はいという感じでね、まあ、そ,そもそもですけど何 <laughs> て言うんだろうな <laughs>。 <laughs> ブロックしてなければねいろんな質問は集まるとは思うんですけどね「ブロック民殺到」みたいなタイトルつけようと思ったんですけどまあ殺到しないだろうなっていうふうに思ったんで、まあ、こういったタイトルにしましたけどであとですね「えっと、みんなで作る党」でなんかこっちもイベント参加ってことでこれもまた大津さんが主張する側のが、まあ、イベントに参加みたいな感じなんですよね。これこれでちょっとどうかなと思うんですけど。 はいでそれがこちらのね、民主主義ユースフェスティバル2024っていうやつですね。まあ、こういろんな政党が参加するみたいだし、それから、まあ、これは三浦瑠璃さんとかいろんな人、まあなんか、うん、ちょっと文化人とか、まあちょっとどうなの、どっちかっていうと、まあ、左寄りの人が多いかなってイメージなんですけど、まあ、いずれにしてもですね、こう若者参加みたいなことを求めていこうってことなんですかね。はいで えといろんなことを論じるんですけどでいなんかイベントがいくつかあるみたいでちなみに開催時期は2024年の3月2324ですね、はい。ということなんで,で場所は駒沢オリンピック公園ということで都内であるって感じですかねだからまあ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 行こうと思ったらいけるんですけど一応対象がね若者を中心としたって書いてあるけど全世代みたいな。<laughs> <laughs> こうおそらく若い人あんま来ないんじゃないかなと思うんですけど一応こういったものが企画されてるっていう感じですよねでもすごいですね公演が世田谷区じゃなくてなぜか北欧系の大使館があの応援してるって感じでなんかそれそういう感じの中身になるんですかねはいあこれあれなんですね一応北欧で行われてる選挙小屋やデモクラシーフェスティバルを参考にってことなんでそこの協力を得てってことみたいですね ままあ、まあイベントとしては素晴らしいのでよかったらあ興味ある方行かれてくださいって感じなんですけどなんかここで何を言うとか何をやるかってもう選挙絡みとか政治絡みの話だったらいいんですけどなんかここにいわゆるね大津さんを参加してなんか T シャツ販売しますみたいなこと言ってるわけですよ <laughs> こないだロゴ作ったじゃないな、決まったじゃないですかあれを T シャツにして、まあ、インスタに貼り付けてありましたけどなんか T シャツ販売するから来てねみたいな ことをおっっしゃてていてだからまあ T シャツがまあゲットできるとともにまあ大津彩香さん自身が来るとしたら、まあ、再兼者からしてみたら大津彩かゲットだぜみたいな話なのかなと <laughs> ちょっと思ったっていうあの本当に出てこない方なんでいろいろ質問をぶつけられる数少ないね1000円払うよりもこっち行った方が早そうですよねっていう感じなんですけどまあそういうのは想像されるから来ないのかあるいは 来たけど質問されたらまた警察呼ぶのか、まあ、ちょっとわ,わかんないですけどね。まあ、いずれにしてもなんか、なんかあらゆることに答えずに、まあ、ここに行かれるとしたら騒動にしかならないので、まあま、あ遠慮した方がいいんじゃないかなと、個人的には思いますけどね。まあ、どこ行っても揉めてるじゃないですか。ね。で、えー、っと、それで、ただ、このね、 この日付が代表権裁判の結果が出た後なんですよね。だからこれって斉藤さん側といいますか、立花さん側が勝った場合にどの面下げて出るん のかなと思ったりするし、まあ、それからここはなんかもう政治家女子48党って書いてあるんですよね参加でね、まあ、これを作った時には政治家女子48党だったんでしょうねだからいつ決まったんだよこれみたいなねいう話があってしかもその連絡が大津さん側に行ってるっていうところでねまあなんかこういわゆる左人脈の方にはなんかパイプ太そうですねみたいな <laughs> のはちょっと見ながら思ってしまうところでありますがまあ一応ここに。 参加されるんですけどまあ普通だったらねまあフェアに考えて今揉めてんだから両方出すっていう感じになるんだったらまだいいんですけどねまあどうするんでしょうね代表系裁判負けたけどいやもうこっちは控訴してするんでみたいな感じで主張するんですかねちょっと本当にあのどうなるんでしょう<笑><笑>ただの一政治団体もう,まあもうすでに一政治団体かが T シャツ売るブースを 作るで元はでも国政政党だと思ってオファーしたみたいなわけわかんない状況にまあ、なるんだというふうに思いますがはいまあでもこれ今からでも遅くないんで普通に立村さん側にもこうオファーかけるべきだと思いますけどね違うんですかねはいということでございますとという感じでちょっと本当に短期間の間にいろいろ起きたなっていう感じなんですけどまあでもねこれ3月入ったらもっといろいろ起きそうですからねでそして あとですね、立花隆さんがちょっとね、なんかご病気でしたっけど、えっと、昨日動画を2つほど出しまして、3つだったかな。まあ、なんかまあ、回復してそうな感じではあったので良かったですねって感じで。はい。で、そのうちの一つがビッグスポンサーとの近況ということですね。えっと、 なんかすっかり忘れていたんですけど、そういえばいたよねっていう感じで、で、えっ、ー、と、それが今、一生懸命盛り上げようとしてる都知事選とか、その子の衆議院選挙ではなくて、参議院選挙にまあまあ出ますよっていうことらしいですね。だからそこに焦点当てていくという状況になりそうですと。で、そこに本当にガチで10億円出すみたいなんでね、すごいですね。あの <laughs> っていうことだと思いますと。で、まあ、今、いろんな方にオファーをかけてるっていう形で、 ですかねはい。というわけなのでビッグスポンサーのお披露目はおそらく、まあ、来年もしくは今年の、まあ、年末とかなんかそんな感じぐらいになるでしょうね。まあ、その間にもう都知事選とか衆議院選挙あ衆議院選もあればね、まあ、ここでいろいろ結果を出していくと参議院選挙に向けてのすごいうねりというか流れができるんだと思いますがなんか今の自民党を見てると本当にどん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 ぶっ壊れてってるんで。 この状況でで解散ってできないよねみたいな状況がまあそれ去年からずっと続いてるんですけどただ本当にねあのやっときゃよかったっていう時一回ありましたよねでそれやらずにあそこでやらなかった結果ずっと来ちゃっててもう内部分裂状態が続いてるのでなおさらやめられねえみたいな感じでギリギリまでいく下手すると参議院選挙と同日もやらずにその後に つらいくかもしれないですよね、まあ、ちょっと本当にどうなるか分かんない状況ですけどねその間に総裁選等々があったりとかしてまあボロボロになるんでしょうね。と、はい、いうことでございますとそしてですね はいでもう一つの動画の方では国民民主党の話をされていてなんかねちょっとこのあとになんかちょっと大変なこと起きたみたいなことになってるんでもうこれどうなるんだろうなっていう感じでちょっと現状私も全く分かんないんですけど、まあ、いずれにしてもですね国民民主党から出る予定だった方がまあまあ,あの辞退辞退っていうのかなまあ本人曰く、あのー、まあ辞退させられたみたいなことなんでしょうね。 ただ、その理由っていうのが国民民主党からするとそ、そういう理由じゃないからみたいな感じで、まあ、食い違いがありましたっていう、まあそんな話なんですよね。はい、ただ、それをやっぱり泣きながら言ってるんで、それはどうなんだっていう話もいろいろあったんですけど、なんか現状、なんかいろいろ話しにくいような状況になってしまったので、<laughs> まあ今回は私もこのあたりにでとどめておきたいと思いますと、まあまた詳しく分かって、まあ大したことなければね、いろいろお話しするかもしれません。はい はいというわけでね、まだいたい本日はこんな感じなんですけど、なんかね、YouTube のあ何のな,なんでしょうね、なんかね、そのこれみ,み,みんなつぶやいてて、<laughs> これ上げてない人は興味ないと思うんですけど、あげた人、YouTube やってる人は軒並みみんな困ってて、なんかね、えっと YouTube をどうアップロードするんですよ。でアップロードするとすぐ、まあ、管理画面の方、 何て言うんだろうなこうすぐ反映されるんですけどなんかなかなか反映されなくって30分ぐらいかかったかなだから一旦消えたみたいな感じになるんですよどこ行ったみたいな <laughs> 感じになってでまあでもまあいいやと思ってで設定してアップロードっていうか動画アップするじゃないですかでそうするとなんか再生数が全然上がんなくてでえおかしいなと思って自分の まあスマホとか PC で見たら動画ないんですよ。動画がないの。<laughs> 自分のチャンネルに行って見てんのにないんですよ。ええー、と思ってない。でも再生数はちょこっとだけで上がってるとこれ誰が見てんだみたいな <laughs> どういうこと <laughs> みたいなことが起きてたんですよね。だからあれだから昨日出した動画でもコメントとかも一部いただいていてそれちょっとあの拝見させていただきましたけどその一部の方ごく一部の方は見られて。 たわけなんですよねそれは何で出たんだろうみたいな通知がいったのかな通知設定してる人がいたらひょっとしたら見れたかもしれないってことですかねはいというわけでね今後もこういうことがあるかもしれないのでぜひチャンネル登録して通知設定をしていただくとなんかそこには届くのかなまあ、ちょっと原因が本当に <laughs> よくわかんないんですけどそんなこと起きんのかなって いいうぐらいまあまああのー、ねまあ、あれだけのねやっぱり動画の量をさばいてるだけすごいと思うんで私からのクレームは一切ないんですけどただなんか YouTube からはこういうことに関してなんか今こういう状況でこんくらいなんかやってますみたいなのが全くね公式から出ないのでわかんないんですよねあの <laughs> なんか YouTube の X の方に行ったらなんか書いてるかなと思ったらのんきになんか全然違うのをツイートしていてですね あらーと思って。だけど、YouTube 不具合で検索すると、みんなアップロードしている人がみんな困ってるかがずらっと出てくるって感じで、何なんでしょうね、これ。ふ <laughs> <laughs> 普段から問い合わせしても、なかなか返事がないので、諦めてるってことなんですかね。はい。ということで、現状もだから、えっ、ー、と、なかなか挙動が完全に元に戻ったとは言えないので、なんか変、変、なんかあったんでしょうね。はい。 ということでございますと。あと、そうだ、この T シャツ販売ゲットだぜは、あのポケモンゲットだぜに一応 T シャツをゲットするっていうのと、大津屋さんをゲットするっていう、<laughs> あの、まあ、二つをかけてみたんですけど。はい。というわけで本日は以上でございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、よかったら通知設定もよろしくね。以上です。